はいどうも、ヨタのバイヤーさんです。2日前かな、2日前のことになるんだけど、8月14日、2020年の8月14日に、プロキシミティクプロプロあやべえ読み方わかんねえ、まあ、とにかくプロキシミティが、まあ、シェルター4周年のツイートをしたわけ でそれを受けて僕がまあ、どれぐらいみんながシェルターを知ってるかっていうことで投票してみたんだけど、まあ、11票っていう少ない票だけど、まあ、たった18%の人しか知らなかったっていう。で、そこで、まあ、シェルターの紹介動画を上げてみよう、作ってみようかなってことで投稿してます。はい。で、まあ、MV の流れに沿って紹介をしていきたいと思います。この物語の主人公は、リンっていうらしいですね。まあ、ほとんど名前は関係しないんですけど、まあ一応17歳らしいです。あ、で、この曲はシェルターじゃないです。ただ単に著作権とかがあるから、まあ察してください。で、この主人公はずっと一人なんですよ。で、なんで一人かってのはまたこれから、この後、まあ話が進んでいきます。で、どれぐらい一人でいるのかっていうと、まあこれがすごい事実というか、まあ設定で、まあ見てもらえばわかると思うんですけど、まあ2000何百日も通信が来てない。だからリアルでも会ってないし、まあ、ね、インターネットとかでも繋がってないってそんぐらい、まあ、どういう状況なんだって感じですよね。で、主人公は少し不思議な部屋に住んでいます。で、まあ今主人公がタブレット持って書き出したと思うんですけど、なんと、そのタブレットに何かを書けば、その風景というか、それが、その書いたまんまがその世界に広がるっていう、なんかうまく説明できないな。まあまあでも、見てもらったらわかると思います。なんで消せばこの通り、まっさらな状態になります。で、しかも、絵をつまんで、移動させたら木が、動くみたいな。欲しいですよね、現実世界でも。なんか簡単に整理できそう。いろんな散らかってるものが。で、そんな夢のような世界で主人公は生活していたわけなんですけど、まあ、ある日、ある時、ちょっとおかしなことが起きます。で、寝転がって、で、見たら、なんと自分の書いてないブランコがそこにあるんですね。で、それに触れると、なんと、フラッシュバック。で、この主人公にはどんな過去があったんだという話がまたこの後進んでいきます。で、ある時自分は全くタブレットに触れていないのに、わーって世界が勝手に広がっていって、で、過去にテレポートされます。させられ。テレポートっていうかね、まあ、フラッシュバックします。で、ここでやっとなぜ自分がこんな不思議な世界にいるのか明らかになります。遡ること7年前、まあこの子も普通に生活してたわけですよ。でも、その時世界では大事件が起こっていたんですね。地球にある天体がぶつかってきていました。でも、押せなかったリンは何も理解していませんでした。一方、父親はリンを宇宙に逃がす計画を立てていました。しかし、リンたった一人を宇宙に送るので、体は休止状態にして、リンに仮想空間での暮らしをさせることにしました。そしてリンは打ち上げられて、孤独な宇宙の旅が始まったのでした。すべてを知ったリンはある一個の通知を受け取ります。それは父親が残した最後の言葉でした。という話だったんですね。はい。このシェルターっていう曲と MV がすごいのは、曲を作ったのはポーター・ロビンソンさんとマディオンか読み方わかんないけど、まあ仮にマディオンさんと呼ぶとしましょう。で、マディオンさんとポーター・ロビンソンさんが一緒になって曲を作って、で、ポーター・ロビンソンさんの方が日本のアニメが大好きだということで、物語の構成を作って、で、それで、アニメーション化したのが、天下の A1 ピクチャーズさん。で、その A1 ピクチャーズさんとお金の面なのかな、何の面なのかわかんないけど、協力したのが、アメリカの
アニメ配信サービスのクランチロールっていう、まあ、もう第一すごいシェアを取ってる会社みたいなのね。それが協力して MV を作ったみたいです。まあ、こんな感じでシェルターの紹介動画を終わっていきたいと思います。はい。で、よろしければというか、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あと、拡散していただけると幸いです。あと、絶対これは言っとかないと。そもそもこの動画自体がシェルターっていう MV を見てほしくて作ったんで、もう下に概要欄にリンク貼っとくんで、ぜひ見てください。それでは、さよなら。